はい、どうもないです。今日は、スーパージャッジの高さを変えることができるという小ネタを、ちょっと紹介したいと思います。ちょっと既存で知ってる人もいるかもしれないんですけど、スーパージャッジを普通に吐くと、こんくらいですね。こんくらいで、かられやすい高さっていうのが多分あると思うんですよ。スーパージャッジって今多分、狩ろうと思えば誰でも狩れるような、誰でも狩れるかな？わかんない。A 体の人とか、B 体の人とかわかんないんだけど、まあ、誰でも狩れると思ってます。願ってます。で、この高さを変える、ちょっとでも変えたいときは、ジャンプしてからスーパーチャックチすると、この高さ今越しました。まあ、ちょっと一人でやるから、わかりづらいんですけど、まあ、こうすることで、高さを変えることができます。なので、ちょっと狩りづらくなっちゃうのかな？他の着地よりは狩られづらいかなと思います。この壁で待つとき、こうやって待ってるとローラーが飛び出しちゃって、相手から見えちゃうんですよね。自分のおすすめなんですけど、ここの金網の上で、このコロコロ状態で待つの。そしたら、来たときにスッて、敵が来たときにスッて行けば、振ることもなく引けるっていう。こうやって待つのもいいんですけど、ちょっとめんどくさいときは、もう引いといて、敵が来たら引く。これが一番。これがもう一番よ。怖い。怖い。やったやったよっしゃはい、どうもです。スーパーチャカチの強化があったんですけども、スーパーチャカチ上に範囲が広がっただけじゃなくて、イカスフィアに与えるダメージも増えたみたいです。今まででもイカスフィアを壊せてたんですけど、なんか遠く、もうちょい遠くでもイカスフィアを壊せるみたいです。今回はちょっとそれを検証していきたいなと思います。動きづらい、ここめっちゃ動きづらい。この距離いけるかね。もうちょいいけるか。この距離いきます。おい、結構いったな。だって今までちょっと近くないとさ、壊せなかったけど、この距離結構いったな。やばい。え、避けられた、ジャンプで。ジャンプで避けられた。待って、ジャンプで避けられた。避けられるんだ、これ。おお。今ちょっとすごいことを発見したかもしれない。ほい、おお、吸った、全部吸った、すげえ。イカスフィアが全部吸ってダメージを吸収した。おお、死なない。
死ねねえ。死なないぞ。なんか、小ネタを発見したわ。皆さん、ナイスはどんな風に押していますか？ナイスをするときに、止まってナイスをして、前に進むことができなくなるイカが少なからずはいると思います。今日は止まらずにナイスをする方法を、まあ、いつも俺がやってるやり方で教えていきたいと思います。普通の人なら、絶対止まってナイスするんだけど、俺の場合は、ちょっと裏技が、裏技ってか、俺だけのね、特別のね、必殺技があって、こう！ほら、こう！親指のさ、余ってるとこで押す。これです。あー危ね！危なかった。本当に余った親指で押してます。左のスティックだけね、移動で使ってるだけなんで、あとはちょっと余ったところ使ってます。今日はやられ方についてです。イカが水の中に落ちた時と、建物の外に落ちた時、ちょっとだけ違うの分かりますか？水に落ちた時は、ちょっと溺れたモーションが出ます。逆に建物の外に落ちた時は、画面が真っ暗になります。まあこれは水の中とステージ外に落ちた時の、まあモーションが違うんですけど、どっちが吹き早いのかなって。なんかしょうもないかもしれないんですけど、ちょっとだけ気になったんですよね。なので今日は検証していきたいと思います。普通にいつも通り雨降らしはしてるんですけども、少し高い位置からやると、インクがちょっとだけ蒸発して、濡れなくなっちゃうみたいです。もうちょい低かったら、多分これも濡れたと思う。下濡れないからいい感じの雨になってるわ。この状態で相手に当たったらどうなるのか、ちょっと自分も気になったのでやってみました。インクは濡れないにしても、もしかしたらダメージが入るのではないかと、思ったんですけど、届いてないですね。全然倒せなかったです。